どうもこんにちは、A ジャーナルです。いつも見てくださってありがとうございます。今日はですね、先日ちょっと旅行に行ってきたんですけど、その時少し無印良品でね、旅行グッズを買いましたんで、まあ旅行に持って行って役に立ったなぁと、リピートして使えそうだなっていうグッズがね、いくつかあるんで、 YouTube でね、動画探したりとかしたらね、たくさん出てくると思うんですけど、今日は僕のね、個人的に使えるな、これ使えるなっていう旅行使えるなって思う旅行用品を紹介したいと思います。早速見ていきたいと思います。 A ジャーナル。はい、まず一つ目がパラグライダークロス畳める仕分けケース、ダブルタイプ M。 あれですね、仕分けケースですね。こうやってコンパクトに折りたためるタイプなんですけど、服をね、収納するときに使えるケースになっています。はい、広げるとこれぐらいのサイズ感になっていて、結構マチもあってね、割と量が入ります。で、表に T シャツとか入れていて、ダブルタイプなんで2つね、ポケットが分かれてるっていうような形になっています。で、まあ、もう使ったやつは上に入れて、使ってないやつ下に入れるとかっていう使い方ができるかなと思います。まあ、結構 T シャツとか袋に入れて持ってきてもいいんですけど、毎回入れる袋とかを探すのが面倒なんで、こういうのが1個あるとね、便利かもしれません。 SML シングルタイプ、ダブルタイプあると思うんで、用途に応じて選ぶといいかなと思います。僕は全然服少ないんで、夏の1泊2日ぐらいだったらこれに全部 T シャツ3、4枚とパンツかな、入れて持って行って全然余裕だったって感じですね。これがだいたい1200円ぐらいですね。うん、高いか安いかどうでしょうね、耐久性によるかなっていうところなんで、これからちょっと使ってね、検証したいと思います。まあ、そんな壊れる類のものじゃないと思うんだけど、これまず1つ目。2つ目が、この旅行タイプの乳液、乳液に限らずこの旅行タイプの 50ml の、なんて言ったらいいんだろう、 50ml タイプのコスメ用品、まあ、化粧水とか乳液とかいろいろあると思うんですけど、このちっちゃいタイプ、これがね、ちょうどいいタイプで、すごい旅行に持っていくにはちょうどいいです。いや、まあそれはそうなんだって感じなんですけど、詰め替え用もあるじゃんっていう話もあると思うんですけど、詰め替え用に比べて、詰め替えってやっぱり詰め替える手間と、どうしてもやっぱり入れ替えるんで、衛生上ね、あんまり、まあそんな気にならないかもしれないですけど、こっちの方が衛生上はね、いいのかなと思うんで、買い切りタイプのこちらがいいかなと思います。で、これが、値段がね、250円。まあ 50ml で250円なんで、買いやすいタイプかなと思っています。で、次がね、アクリル小分けケースですね。このちっちゃい小分けのケース。これ僕今ベビーパウダー入れてるんですけど、これはね、さっき詰め替えするとあれなんじゃないって言ったんですけど、そもそも詰め替え用みたいなものがない類のものはこういうのにね、入れて持っていくといいんじゃないかなと思います。値段がね、80円なんですけど、割と100均で買うより安心感と質の高さっていうのがあっておすすめしますね。いいんじゃないかなと思います。ベビーパウダー何使うねんって思ってるかもしれないですけど、意外とね、いるんですよ。はい、で次がこれですね、 TPU 自立するポーチ L です。これね、半透明っていうのがまずいいなっていうんですね。あんま完全に透明なね、ケースもあったんだけど、ちょっとあんま完全に透明なね、外から割れ目のケースもどうなんだって思うんで、半透明なあのケースがね、ちょうどいいかなと。でこれ自立するんですよね、こういう感じで。これがまあ、 洗面所とかに持ってた時にポンと立てとけるんで、いいかなと思いました。で、もう一個これいいところが、さっき言った、このタイプの乳液とかが、このサイズ的にジャストで入るんですよね。こんな感じで。でね、本当にぴったりなんですよ。おそらくね、マックスで5本ぐらい入れられるんじゃないか。6本か5本ぐらい。無理しても6本ぐらい入るんじゃないかなと思うんですけど。幅も長さもちょうどよくて、まあそれは無印で両方作られてるんでちょうどいいやろって話なんですけど、これ非常におすすめです。こちらの自立するポーチが750円となっています。最後なんですが、僕がもともと使ってて、これ使いづらいなってなった、ポーチのツルセルタイプのポーチ。ポリエステルツルセルケース小物ポケットっていう、まあこれいろんなとこで、これめっちゃいいやんっていう話聞いて僕も買ったんですけど、これ折り重ねるタイプなので、小物と小物がぶつかって、うまい具合に収まらない。のと結構こう膨れちゃう
ていうので、さっきの自立するポーチみたいに、あの形がね、最初から決まってるやつの方が僕は使いやすかったです。でも、これ最後にいいよって、おすすめ品として、ね、紹介するので、これを今ね、僕はガジェットポーチとして使ってます。ポケットは、こんな感じで、1、2、3、4個かな。ちょっとこう破けちゃってたあれなんだけど、4個あるのと、まあ、ガジェットの充電器とかって形が最初からはっきりしてるんで、折りたたんでもガチャガチャすることなく綺麗にね、入って、まとまるかなと思います。なんで僕はこれはガジェットポーチとして使う方が個人的にはおすすめ。まあ、あんまり吊るして使うっていう場面がね、あんまりないんで、女性とかはね、吊るせるっていうことで楽だなっていうのがあるかもしれないんですけど、僕は別にホテル行っても、あの小物ポーチ吊るしたいって思うわけじゃないんで、あんまり吊るせるってとこは僕にとってはメリットにならないかなっていう感じですね。はい。まあ、これはね、それぞれ個人差あると思いますが、すでに使ってる人はね、多いんじゃないかなと思います。はい、以上、合計ですね、1、2、3、4、5点紹介させていただきました。まあ、これからね、GoTo トラベルとかで旅行行かれる方も多いと思うので、参考にしていただければいいかなと思います。はい、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。動画の内容面白かったなっていう方は、高評価、何か質問とかあればコメントしてもらえればありがたいです。で、チャンネル登録もぜひしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバーイ。手が映ってなかったかな。